せんべいのせんべいの、皆さんこんにちは、第51回南モンゴル草原の風をお送りします。私はアルコノタイチンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。古川文江津です。そして今日も最初から三浦小太郎さんと一緒にお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ではまずですね、今の収録しているのが9月入ったところなんですけれども、9月といえば南モンゴル、まあ、いわゆる中国国内では新学期が始まる、タイミングなんですけども、3年前になりますかね、もう南モンゴルでモンゴル語が奪われるという、そう教育政策が始まって、さまざまに、抵抗運動もあったんですけれども、大臣さん、新しい新学期が始まって現地はどうですか？そうですね、まあ、今の現地っていうのは今年の4月から、その情報が出てきて、南モンゴル、いわゆる内モンゴル自治区のモンゴル語の学校の小中高校全ての学校でモンゴル語じゃなくて中国語で教えるっていうことは決まったっていうことですね。ちょうどこの今週から正式に始まるっていうことです。ただ3年前みたいにその保護者あるいは学校の先生でモンゴル人の公務員とかいろんな方々のそういう抗議陳情っていう情報が全く出てこられなくなったっていうのは、今日の現状でもあります。例えば3年前は、はい、いっぱいモンゴル人 の, 保護者たちですね、子どもの雇用陳情署名が多くなって、これは9月2日2日だけでこの5つの木ですね、と1つ の, 名っていう行政単位の合計1万6834名、9月2日だけでの、署名を内モンゴル自治区の教育庁には提出されているということです。中身はこういうふうに、保護者たちの署名を集めて、送っている。で3日にもありますね。3日にさらにちょっと、増えて合計2万108名ですね。ここにも書かれている通りの署名が、内モンゴル自治区、教育庁含めて中国の教育部まで、送られたんですね。で結果は弾圧で全てが終わってしまったっていう、ことです。まあ、ここまで皆さんが一生懸命こう署名活動もやって陳情もやって抗議活動もしたけれども何も変わることなく、そして今はその、まあ、抵抗というか陳情の声さえも現地から出てきてないってことですよね。そうですね、そういうことです。全くその通りですね。逆にこの3年間、この2020年からこの23年までの3年間で海外でこういう南モンゴルのこの教育問題、母語で教育を受けることを、まあ、代弁してくれた人々へのその嫌がらせ、威嚇、その家族へのそのものすごいひどくなってきたっていう一つの例を挙げると、地元の家族の住んでるところの村の役所にこの海外にいる人の逮捕状をあそこで貼られてるっていう、情報を2日前に、私たちは得られたんですね。はい、役所に逮捕状が貼られてるっていうことですね。そう、本人のその、身分証明書とこの罪っていうか一緒に書かれて貼ってるっていうことですね。その海外にいる方なんですよね。でもその身分証は、もちろんもちろんそうですね。でその罪状はいわゆる国家分裂とかそういうことですか？まあそうですね、反国罪とか国家分裂罪とか、まあ、モンゴル人に当てはまるいろいろ罪があるんで、そういうことで、もし帰ってきたらすぐ逮捕するっていうようなことは書いてるっていう。それはちなみにどこの国の人とかって言えますか？
で日本在住ですね。日本在住の人の、モンゴル人ですね。モンゴル人、はい、南モンゴルの人が、はい、今その身分証が、まあ、逮捕状としてその役所に貼られてるってことですね。そう、村の役所にその地元の警察署の、逮捕状が貼られてるっていうことです。これはでもそこに住んでる家族にとってはすごいプレッシャーというか圧力ですよね。そうですね、もう言うまでもないですね。やっぱり特にこの両親っていうお母さんが、泣きながら、息子にそういうことを言ってたって言ってた。あ、その息子さんの写真が貼ってあるからってことですね。そうですね、はあ、これはこれまでも、まあ、ウイグルの証言でもありましたけれども、はい、まあ、日本で様々にこう訴えたり表現したりする、こういう問題についてですね発言したりする人たちへその家族にもう直接こういうふうに圧力がかかってるっていうのは本当にひどいことだなと思うんですけど、まあ、あの前ね、うん、ちょっと話が違うかもしれないけど北朝鮮から逃げてきた韓国に、ね、亡命してきたアミョンチョルって人がいたんですよ。まあ、今でもねソウルで元気に生きてると思うんだけど、はい、彼はね政治犯収容所の警備兵だったの。警備兵、警備兵、それが、まあ、いろいろな事情で亡命したの韓国にね、はい、ただ彼の写真でいわゆる、まあ、指名手配というか、それが北朝鮮でバンと出たんですよ。それは、まあ、それは北朝鮮の場合もっとひどいから罪がいわゆる民族反逆ではなくてね、もっとハレンチ罪みたいなのが書いてある、まあ、それはいいんだけどよくはないんだけど、まあ、逆に言うとその写真をが出たから彼が本当に偽物じゃなくて北から来たってことが、まあ、分かるには分かったんですけどね、まあ、それはまあちょっと一つの例として挙げてるだけで、大体全体主義国家のやることっていうのはあんまり変わらなくて、要するにこう海外でその国の実態を訴えるということはもう彼らにとってはものすごい犯罪なんですよね。でやっぱりそれに対して、ただこれはやっぱりね中国はもうそういう国だっていうのはもう昔からそうなんであって、やっぱりモンゴルの人たちも逆にそういう情報をできるだけ集めてやっぱり世の中に訴えていくしかもうないんですよ。そうですよね、うん、でそれは非常に危険を伴うからやりにくいとは思うんですけど、うん、もうとにかく匿名でもいいんですよ。でそういったものをとにかくたくさん出していくしかもう今のところなくて、また出していく人たちを日本国が守ろうという気持ちを日本政府が示さないと、単に僕らが勇気を出せっていうのはこれは無責任ですね。そうですね、こう、まあ、ただやはりそういったことが少しでもオープンになっていかないと、どれだけひどいことを向こうがしているかっていうのはやっぱりわからないわけであって、でしかもこの母語の問題っていうのはもう本国で声が多分上げられないところにまで来てるんですよね。でそれはこの番組でも何回かやったけど、モンゴル国でもいわゆるまあモンゴル、うち南モンゴルからまあ、逃れたというか彼が亡命する意思があったかどうかわからないけど、はい、そういう人も捕まってるでしょ。だからああいうこういう中国自身、中国のこのモンゴルのいわゆるモンゴル共和国、そしてまた南モンゴルに対しての一体した影響力の強さっていうのが、まあ、中国が今いろんな経済的な矛盾抱えてるとか、はい、非常に内部的におかしくなってるとか、それは多分事実なんだと思います。ただそれはね、内部の弾圧が弱まってきてるのとは全く違う次元で、そういう時の方がむしろ強まるんですよ。で一つには今中国政府の場合は、まあ、これはもう誰しもおっしゃることですけれども、例えばこういう経済的にいろんな破綻が起きると、これは共産党内もしくは中国国内の中国人の中の腐敗分子が悪いんだと、うーん、いうことをまず言いますよね。でもう一つはこういう日本の魚介類もそうなんだけど、こう外に向かっていうのと、もう一個言うのは今明確には言ってないけど、中国国内の民族分裂主義者が外国の支援を得てこの国をおかしくしてるんだっていう、大体この3つなんですよ彼らがやってくるのはね。だからそういう点ではむしろこういう危機的、中国にもし危機が来てるとしたら、そういう時だからこそ残酷な弾圧が行われるっていうのが極めてあり得ることなんで、外にいる僕らができることっていうのは、その人が声を上げるのはもうご家族のこともあるから無理としたら、やっぱりこういうことをね
できるだけ伝えていくしかもうないんですよね。でそして日本政府がこの国に住んでいるモンゴル人で、はい、その人は法律を守って外国人、まあ、国籍がどこかは僕はここで言いませんけれども、仮にですよ、中国国籍だったとしてもやっぱりこの日本で暮らしていて、日本でちゃんと税金働いて税金を納めて法律を守って生きてるんだったら、その人がそういう冤罪ですよね。そうですね、うん、自分の民族の言葉をやっぱり守ろうっていうのは中国の憲法が認めてることなんだから、うん、中国の憲法と民族の自治法が認めてることなんで、まあ、そんなもん中国共産党は無視してるけど、少なくとも彼らは世界に向けては国連安保理事国までやってる法治国家だって自分たちで言ってるわけだから、それがこういう自分たちの決めた法律すら守ってないんだと、でそういうことを訴えてる人たちが、まあ、そういう目にあってね、もう本当に指名手配というか冤罪にかかってる、そして家族の中でそういう人がいるってことは、その向こうにいる家族にもしも若い方がいらっしゃったら、はい、もう生きていけないですよ。結局やっぱりその就職だとか、その結婚だとか、ものすごくそれが制限される。でしかもそれはずっと監視体制に置かれるわけだから、その人たちの自由っていうのは他の抑圧されてる人よりも狭まってくるわけです。だからそのうち今はお母さんから電話があったっていうけど、もうそのうち来れなくなる。その電話も電話できなくなる可能性、外国に電話してること自体が犯罪になる、もしくは犯罪というのはこっちの人が犯罪、日本の人が犯罪になるんじゃなくて、向こうが連絡を取ってること自体が、お前はなんで犯罪者と連絡を取ってるんだと。で次に来るのはその家族、もしくは次に来るのはその家族から日本にいる人に対して、日本では絶対運動やめてくれと、私たちが生きていけないっていう、大体このパターンなんですよ。だからこれはもう完璧、今は世界の人権問題の中で重要な人権問題の一つとなっているのが、そのある独裁国家がいて、その国の人たちを弾圧していると、これは分かりやすいんですよね。だけどそれがそこにいる家族を人質にして、外にいる本当は自由の国にいるはずの人たちの言論の自由を奪っているというのも、これはやっぱり広範囲な意味での、もしかしたら もっと卑劣な人権犯罪か弾圧かもしれないんで、そういったことをこれから問題にしていくべきだというのは、少なくとも民主国の中で今議論されているテーマなんですよ。だからこれは日本も入っていかなくちゃいけない。そうですね、うん、でこれを日本がちゃんとやるということは結構大事なことで、やっぱりこれは実はちょっと僕の関係しているところでいくと、朝鮮総連の問題なんかと絡んでくる問題なんですよ。もうこれはそれに関してはもう時期を逸していて、あそこはもう解体するしかもうないところなんだけれども、彼らが北朝鮮に事実上家族を取られて、犯罪まで拉致にまで加担させられてたという、はい、この実態っていうのは彼らを許しちゃいけないんだけど、逆にこういう、まあ、遠隔操作じゃないけど、その家族を人質に取ることで犯罪をさせている、この大元のシステムが犯罪なんだってことを、やっぱり掴んでいかないと、私たちの国がこのテロからも、国際的なテロリズムの防止という点からも、こういうことはやっぱり考えていかないといけないです。大臣さん、この、はい、まあ、運動だけじゃないですけども、署名運動ありましたよね、この母語を守る、まあ、そうですね、はい、3年前もそういう運動は起こったんですけれども、まあ、在日モンゴル人で、まあ、中心としてこの中国政府じゃなくて、この日本 の, 政府、まあ、総理大臣宛てに、はい、南モンゴルでのその母語で教育を受ける権利を、守るための、ことに活動しているこの保護者たちの権利を守ってくれてくださいっていうような、その署名活動を行っておりますね。はい、それは日本政府宛てということですよね。この現状を知ってください、で中国に対してその日、ね、まあ、非難声明出していただけると一番ありがたいっていうことで、はい、その署名はまだ受け付けていますか？受け付けてますね。それはモンゴル母語保護運動実行委員会っていう、はい、実行委員会で、世界中のモンゴル人もちろんで、私たちを応援している日本人を含めた人たちへの、お願いですね、はい、よかったらその署名の多分最後にですね、この要望している部分があると思うんですけど、それをぜひ読んでみてくださいますか？
日本政府はアジアにおける先進的な民主主義国家として中国政府の蛮行に抗議し、モンゴルにおける保護教育の廃止を直ちに撤回するよう求めてください。また今年は、日本は G7 の議長国として、さらに世界の民主化と人権条項の改善を推進してきた日本国の外交の立場から、中国政府に対しさらなる制裁を呼びかけてください。モンゴル保護保護運動実行委員会っていう、趣旨で署名活動を集めております。はい、ではこちら、今も受付中ということですので、うん、クリルタイのホームページからリンクいけますかね。そうですね、はい、そちらの方、ご覧になってぜひ署名のご協力をお願いいたします。署名はねもうすでに始まってるんで、うん、今から文章を変えるとかそれは絶対やっちゃいけないんだけど、うん、訴える際にはやっぱりこの、はい、いわゆるその日本国内で訴えることによって、その訴えてるモンゴル人の家族が今中国でね、うん、それこそ指名手配にまでなってるわけでしょ、はい、そういったことはこれある意味ではね日本の主権侵害なんですよ。そうですね、だからそういうこともできれば日本の政治家の人には考えてほしいというふうには思いますので、うん、それはもう少しこれからは強く訴えた方がいいかもしれない。中国が悪いのはこれは当たり前のことなんで、その中国がやってることに対してやっぱりこう例えば単に母語がおかしい守るのは当たり前だという抗議だけではなくて、これからはいわゆる日本におけるモンゴル人の日本の法律が 100% 許している市民運動人権運動にがなぜ中国で犯罪に当たるのかということをもう少し強く言っていく必要があるかもしれないですね。その通りですね、はい、ではここからは今日は三浦さんテーマがですね、はい、こちら、まあ、今日は実はこれ南モンゴルのテーマじゃないんですよね、はい、だからちょっと、この番組にふさわしいかどうかわからないんですけれども、これ命の嘆願書という本がですね、はい、井出博彦さんという、さんというのはちょっと失礼かな、かなり年配の方なんですけど、まあ、井出さんという方が書かれた命の嘆願書という本が、修好社から出ました。出たばっかりなんですか。そうですね、はい、まあ、これちょっとね実を言うと結構高い本でございまして、はい、もしちょっと値段的に苦しいなという人は図書館にリクエストを出していただけると大変ありがたいと思います。はい、そしてこの本に対してですね、ちょっとまず概略からね説明しておきます。はい、これこの本だけでね結構いざやると長いテーマになっちゃうんで、今日はまずざっとイメージをつかんでいただければと思うんですよね。はい、まず番組見てる方々、シベリア抑留というとほぼもう今知らない人いないんじゃないかと思います。そうですね、はい、大東亜戦争末期にですね、ソ連が中立条約を一方的に破棄して満州に攻め込んできて、そして、日本たくさんの日本人がシベリアに抑留されて、はい、強制労働の中でたくさん亡くなっていった人もいると、これ本当に歴史の悲劇ですよね。はい、このラーゲリから愛に込めてっていう、ちょっと僕題名はどうかと思ったけど、映画はいい映画でした。よかったですか。映画はいい映画でした。今も DVD 見れるのかな、そういった、いろんな映画とか本とかもたくさん出てると思います。でもこれもそしたらですね、このモンゴルについてもこの抑留というのがあったんですよね。これはから私もシベリア抑留はよくもちろん聞いたことがあるんですけど、モンゴルでも抑留があったんですね。そうなんですね、これは一部では結構有名だったんですけれども、シベリア抑留が強く語られる一方でこちらはそれほどではないので、ちょっと、この本が出たことの記念もあって、記念ではないですね、失礼な言い方をしてしまいましたけどね、ちょっと説明しておこうかと思います。はい、まずですね、モンゴル国、いわゆる外モンゴルですね、モンゴル人民共和国、これ1934年にですね、ソ連と相互援助条約を結んでいました。で要するにこれ簡単に言ってしまうとですね、ソ連が戦争するときはモンゴルも参戦しろと、はい、でモンゴルが参戦するときはソ連も参戦すると、そういうことなんです、簡単に言ってしまうとね。ですから、モンゴルは実は8月9日のソ連の参戦時にはですね、モンゴル国も同時に宣戦してるんですよ。その宣戦の次の日でした、なんか宣言してるんですよね、してるんです、モンゴル国、でソ連は60万人の日本人を捕虜、日本軍を捕虜にしたと言われてるんですけれども、1万2000人がモンゴルに送られて、
そのうちのですね、はい、モンゴルで抑留生活を送ることになりました。あのモンゴル、まあ、これ大地さんの方が詳しいけどね、冬はねマイナス30度下回る。うわ。で、あの満州で生活していた人たち、防寒具とか日本軍の、ね、軍服では通用しなかったんですよね。でこの中で、まあ、日本人の捕虜たち、抑留者たちは肉体労働を強いられました。これ肉体労働って、これは簡単に言いますとね、ウランバートルをはじめ、あのモンゴルの、まあ、ウランバートルが中心なんですけどね、いろんな建築のために労働者として働かされたんです。まあ、都市の、まあ、中心都市と言っていいんですかね。まあ、そのはっきり言って議会とかね、はい、外務省とかね、あオペラ座とかね、今でも全部残ってますよ。あ、それは日本人、うん、が建てたもの。そうです。でこれはあの、まあ、しかも過酷な労働と食料不足によって死者が続出しました。でこれ結局ね、当時の共産主義体制なんで、うん、ノルマ制なんですよ、はい、うん、あの日本、まあ、資本主義の営業ノルマも大変かもしれないけど、共産主義の営業ノルマの場合、終わるまでは労働は続くんです。だからある収容所では毎日12時間労働で、午前午後の休憩は10分ぐらいしかなかった。で休日は一応週1回がルールだったんだけど、現実は1月に1回か2回で24時間連続ということもあったそうです。でこれでですね、モンゴルのこの抑留について言いますと、モンゴルというのは直接日本軍とですねが侵略を受けたという歴史はないんですよね、はい、まああのまあ、原稿はともかくないんですね、はい、でもね、日本人を、この2年間にわたって強制労働させました。で実はこれはね、原因がソ連にあるんです。スターリン時代にモンゴル国では徹底した粛清とか、あと、人民の強制移動とかが行われて、人口の75万人のうちにですね2万人が失われたと言われてるんですよ。わー。でこれを埋めるためだったんですね、この抑留者たちはね。あ、労働力としてってことですね、うん、でモンゴルの戦後の国家建設のためには非常にこの労働力が必要だったのではないかと言われています。でこのモンゴル抑留は1945年から始まってるんですけれども、まあ、うち1万2000人のうち1600人が亡くなりました。であのモンゴルにおける死亡率、まあ、1万2000人のうち1600人というのは約 13%、でシベリア抑留の 10% より実は高いんですよね。さらに過酷だったという、まあ、そうですね。あと、まあ、あのこれもね、あの理由はいろいろあって、はい、あのシベリアの場合はまだずっとあそこにはラーゲリがあったんで、割と管理に共産党が慣れてるところがあったんだけど、モンゴルではちょっとこういうこと自体があまりなかったことなので、あ、モンゴル国として、うんうん、こういう収容所で共産党をさせるっていう多民族をそういう経験があまりなかったということはあったかもしれない、はい、まあ、その辺の理由は私もあのちゃんと調べてるわけではないんですけど、まあ、少なくともそういうことが起きまして、これが当時の労働現場の写真ですね。はい、レンガというか石ですね。そうですね、うん、これ積み上げてるところですね。なんか足場とか怖そうでしょ。すごく怖そうですすごく怖そうですよ、はい、ああ日本人ですね、うん、まあ、あのでこれね、この写真だけ見るとね、はい、あのなんていうか、そんなに悲惨って感じはしないんじゃないですか。そうですね、率直に言って、労働者という、率直に、まあ、労働そうですね、うん、これが一番ちょっと辛そうに見えるかな。あのなんでかっていうと、はい、これ撮影したのは全部モンゴルなんです。モンゴルで残ってた写真ですか。これは多分ね、ソ連の技術者が来てると思うんだけれども、これプロパガンダフィルなんですよ。あなるほど、うん、ちょっと健康そうではありますよね。簡単に言うと、はい、あの戦争に侵略に反省して労働に勤しむ日本人なんです。なるほど、なるほどね、そういう、まあ、十何分とか言ったかな、これは残ってるんです、今でも映像としてですか。残ってるんです。はこれはね、あのいわゆるソ連のプロパガンダフィルムの撮影の仕方なんですよ。は、うん、これはあの当時のスターリン時代のいろんなのを見るとね、あの結構カメラアングルが似てるなと個人的には思います。へで、まあ、こういったものが 今でも残ってる。ただあのそれを発掘したのが、今回の本なんですよね。この井出さんという方が、はい、あのまあ
この方読売新聞の記者だったんですけれどもね、あのモンゴルのですね外務省の中央公文書館にここでもうモンゴル政府相手にずっと一生懸命交渉して、この資料を見せてくれ、当時の資料を見せてくれということで、見つけたのがこの抑留の詳しい資料で、特に井出さんが注目したのが名簿とかそういうのも大切なんだけれども、この命の嘆願書って題であるように、この日本人抑留者たちはただ黙って黙々と働いていたのではなくて、ちゃんとモンゴル外務省に対してですね嘆願書を出してるんですよ。その抑留されてた、そうそう、そこから これは約束が違うと、非人道的である、共産主義の理想とか言ってるのに労働時間が守られてない、あの医者がいない、本当に医者も薬もない、そういったことに対してきちんとした嘆願書を出し続けてます。へえ。でこれはあの特に日本人 の中で久保実さんという、久保昇さん、そして小林民夫さん、そしてまた、軍医の本木隆夫さんというこの3人が中心になってるんですけれども、この人たちがですねひたすら、まずこの人たちがはっきり言ったのがですね、民間人の抑留は国際法に反すると。これをモンゴル国首相や外務省宛にずっと出し続けてます。で、あの実際にこの人たち自身はあの本当に偶然こういうリーダーになった人たちなんですけれどもね、まあ、ちょっとあのパネルにしてくればよかったけど、まあ、ちょっとカメラの方で寄っていただけたら、まあ、この3人の方ですね、まあ、これはあの満州にいた時の写真なんですけれども、まあ、この3人が中心になってですね、非常に一生懸命モンゴル外務省宛にですね、まあ、抑留者の処分の改善、あ、処遇の改善を当局に本当に何度も何度も訴えました。これによってやはり多少なりともね、あの、まあ、凍傷を予防するための服とか薬とか、そういった食べ物が多少なりとも改善されたとか、まあ、本当にそういうことがあったそうです。ですからあのこういう嘆願書自体は決して無駄にはならなかったんですよね。だけどこの嘆願書を出したことでですね、この3人のうち2人は監獄に入れられます。あ、そして1人は、人民裁判にかけられます。そして抑留が延長されたんですよね。であのこのだけどこの人たちはあの文句も言わずにですね、自分たちが、抑留が伸びてもいいし牢獄にやれてもいいから嘆願書の内容は一切否定しなかったんです。で、まあ、それこそ中にはですね、この牢獄の中でソ連の、あ、モンゴルの人が、いや、ソ連の人がよく生きてたもんだと言ったくらいの、まあ、ひどい目にあったこともあったらしいんですけれども、拷問というか、あ、いや、拷問というかですね、簡単に言うと水牢なんていう言葉で分かりますかね。水牢って水攻めの、要するにあのめちゃくちゃ冷たいところに置かれたりとかね、わ、まあ、そういうこともさせられてるんですけれども、まあ、それでもこの人たち、まあ、とにかくね、あの生き延びてですね、そしてこの嘆願書の記録というのがそのモンゴルに残ってたわけなんです。で、まあ、この、記録をですね、まあ、本当に今回、きちんとモンゴルに行ってその公文書の中に残されたさまざまな嘆願書、またその嘆願書をめぐるいろんな状況についてものすごい分厚い本ですけれども、私の知る限り初めてまとめられたのがこの井出さんの著作ですね。ですからこれ本当に、ね、日本の貴重な歴史の記録なん で、はい、で私はこういうことを言ったからといって別にモンゴルが悪いとかね、そういうことを今言っても別にしょうがないわけですよ。でなんで、あの、もともと別にモンゴル国、モンゴルの人たちが日本に対してそういう悪意を持ってるとかは僕別に思わないんですけれども、なぜこういうことをしたかというと、一つには実は原因はノモンハンです。ノモンハン事件、まあ、ノモンハン事件っていうのは僕ら日本人なんですね、はい、モンゴルではハルハ川の戦闘っていうんですよ。ハルハ川、ちょうどそこの川のところだったから、まあ、そういう意味、つまりあれをモンゴルの人たちはこの抑留の当時のモンゴル国政府は正当性をあの侵略、ノモンハンは侵略だったということにしたんです。あ、日本軍の侵略、そう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 、ということにしてこれを正当化しようとしたんですね。は、私はこれに対してね、あの今からそれをあのどうこういう気もさっき言ったように繰り返しけどないです。ただモンゴルと日本の中にはやっぱりこう美しい歴史もあるけどこういう歴史もあるんですよね。で
それはやっぱりこうきちんと見ておいた方がいいということがまず一つと、やっぱりねソ連、はい、あるいはロシアの影響というものはね、モンゴルの歴史を語る上でやっぱりね、近現代史を語る上で無視、絶対無視できないですよね。我々どうしても中国で見るでしょ、はい、だけれどもモンゴル国っていうのはやっぱりある意味ではスターリンの衛星国だったんです。ですからスターリンの収容所をこれはコピーしてるんですよね。なるほど。でスターリンがシベリア抑留で日本軍、日本人抑留者を強制労働させたのところは全く同じパターンなんです。ですからたとえその民族という概念でものを見るのもいいんだけど、やっぱりねスターリン主義体制、全体主義体制っていうのはやっぱり同じようなことをしていくんですよね。でかつモンゴル国の場合はやっぱりこう独立を持ってた、たとえ傀儡と言われても独立していたという点においては確かに意義があったと思います。ただやっぱりそれはずっとスターリン主義政権に近い共産党独裁が敷かれていて、実はこの時の歴史に関しても、実はこの歴史観という点で言ったら多分今でもちょっと日本国の歴史観とモンゴル国の歴史観は違うところが、ですから歴史観というものが全部一致するということはもちろんないんですよね。ただ逆に言うと私たちの方で一方的に、こういったものに対して目を閉じてしまったり忘れてしまったりしてはいけない。そうですね、うん、すごい多くの方々が抑留されていて、そして、悲劇的に帰ってこれなかった人たちも多くいらっしゃったってことですもんね。この本の中ではねもう書いてあるんで、ここではまた触れるともっと話が複雑になるんで言いませんけど、もちろん抑留された人たちの日本人の中にも非常に同胞を迫害した人はいるんですよ。収容所で起きる物語として、あるんです。それはね、それはまたこの本読んでいただくなり、またこの本はちょっと高価だなっていう人はネットの中のね信用できるような資料を見ていただいてもいいと思います。大学のサイトとかだとそういうのもちゃんと載ってる、研究してる人もいますしね。当時暁に祈るという言葉がありました、はい、これは日本のこういうモンゴルで抑留者がね、一つの罰則として一晩この収容所の外に立たされていると、もうそれは必ず凍死するんですよね。その姿を暁に祈るというふうにいう話があったわけなんですね。でこれなんかも本当にモンゴルの当時の、いわゆる共産主義政権に責任は当然あるんですけれども、それに対してある程度加担した日本の人もいたというね、そういったこともまた日本とモンゴルの一つの歴史としてね、やっぱり私たちどうしてもこういうところで歴史の話をするときは日本とモンゴルがとても仲良かったって話をどうしてもしたくなるじゃないですか。だけどそれだけの歴史ではないですね。またモンゴルが日本に対して言いたいこともあると思うんです。そうですね、あるいは南モンゴルの人が日本に対して言いたいことも当然あるわけなんですよ。そういったことに関して歴史を語る上ではね、いろんな視点というのはどうしても必要ですから、一つの視点としてこのモンゴル国の抑留者の日本人の問題、これはせっかくシベリア抑留がこれだけみんなの中でね再検討されている時期ですから、こちらにも目が当たってほしいと思います。その一つの非常に巨大な歴史の資料として、この命の嘆願書という本を今日は紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。やっぱりその南モンゴルも、モンゴル国もそうですけど、そのモンハンの、きっかけというか、結局やっぱり日本とその後協力したからって大粛清されるわけですよね。それもあったと思うと、もう何とも言えない日本とモンゴルの関係というか。例えばノモハン事件の時は、モンゴル軍がすごく参加してますから、日本軍にも。日本軍、日本軍としてモンゴルの人たちが数千人戦死してる、戦ってるわけですね。数千人戦死してるんじゃないかな、時は。モンゴル軍を率いた日本軍の将校も戦死してます。で、あの時はモンゴル兵はもう相当あそこで戦死してたと思いますよね。だからノモハン事件っていうのは日本ソ連だけで語られるけど、実はソ連の中にもモンゴル兵がいて、日本の中にもモンゴル兵がいたんですよ。大臣さんどうですか、モンゴルの抑留の話っていうのはご存知でした？いや、モンゴルの抑留の話っていうのは私
そんな詳しくは分からないで、まあ、そのあたりの勉強も足りないけど、私一番最初に知ったのは、あの実はあの2000年に入ってからですかね、あのモンゴルの映画がありましたね、 これをテーマにした、でモンゴル人の若い女性と日本人の抑留者の兵士ですね、の間の恋の話ですけれども、すごい感動的な話もありましたんですね。もちろんそれは後から作られた映画なんですけれど、そういう点もあるなと私は思いました。でもう一点、あのノムハン、日本人はノムハン事件ですけれども、モンゴル国はハラワ川戦闘で、南モンゴル人はそれもノムハンの戦闘というようなことは言うんですね。やっぱりそのノムハンっていうのはハラワ川で、南モンゴルからの方から見るとそのフルンバルあたりになるんですね。モンゴルとモンゴルの間の戦争、地域に起こった日本と、まあ、ソ連の戦争ですね。だから日本側にもモンゴル軍も入ってるし、ソ連側にはモンゴル人も入ってるっていう、まあ、すごいあの、まあ、なんですね、悲劇的な戦争でもありますね。はい、ありがとうございました。はい、それでは、今日は最後にですね、お知らせを一つございます。こちら南モンゴル問題勉強会というのが、10月の9日、奈良県社会福祉総合センター大ホールで行われます。こちら高市早苗先生がドーンとあのポスターにありますけれども、大臣さん、これは主催はクリル隊ですか？そうですね、今回は、奈良県でこの南モンゴルのことを知ってほしいということを、まあ、趣旨として南モンゴルを支援する国会議員連盟の会長である、高市早苗先生を特別講師として招いて、でクリル隊側からあの幹事長のアレチャ博士で、三浦さんもということで、南モンゴルのことに関して勉強会を開こうとしています。はい、こちらなかなかね、こう東京以外で勉強会や講演会をやる機会もそんなにないので、うん、ぜひ関西の方々、まあ、お近くじゃなくてもですね、ちょっと、奈良県なら行けるかなという方はぜひ足を運んでいただいて、高市先生もね、もちろんご登壇してご講演されるということですので、三浦さんも講演されますね。あ、はい、あのまずとにかく今高橋先生、はい、まあ、モンゴル議連の会長ということで、こういうふうにまず奈良県でやるということの意味が一つあることと、もう一つはですね、やっぱり南モンゴルの問題、これはあのこれから日本の中でやっぱり広めていくときにですね、さっきちょっと言いましたけれども、こういう抑留の問題も含めてね、やっぱり日本との関わりってことはやっぱ無視できないんですよ。そうですね、うん、あの日本、まあ、これちょっといい例えではないかもしれないけれども、ウイグルと日本っていうのは関係がないとは言いませんけれども、あのモンゴルと日本の方がはるかに密接な関係があるんで、はい、やっぱり日本が中心になってやらないと僕はこの問題は難しいだろうと思います。あの一般的な人権問題としての深刻さという点ではもう世界に訴えるべきことなんですが、やはりね、あのこう歴史的ないろんな関わりというのは日本とモンゴルというのは実は近現代史においては私たちが思っているよりはるかに深いんですよ。で、あのそれをが割と戦後どこ、むしろね、以前もあんまり言われてこなかった気がしますよね。ですから例えばモンゴルの独立運動に日本がどういうふうに関わってきたのか、まあそれはプラスの面もある、マイナスの面もある、両方あるんですよね。でもそういったことも含めて、日本の中で日本の歴史や日本の、あの未来をきちんと考えていこうという人たちの中で、このモンゴルの問題っていうのをやっぱりもう少し強く認識してもらう必要があると思いますので、まあ、その一助となればと思います。そうですね、やっぱり日本だからこそとか日本人だからこそちゃんと南モンゴルについて知らないといけないなというふうに思います。私も当日はあのうろうろその辺におりますので、働いておりますので、はい、ぜひ見かけた方は声をかけてください、はい、10月9日奈良県社会福祉総合センター大ホールです。申し込みは、クリル隊の、ホームページから、詳細ご覧ください。よろしくお願いします。
ては今日は、防護保護運動の、お話から、そして、戦争中の戦後か、あの悲劇で、やっぱり未来モンゴルの問題っていうのは日本ともすごく密接で、そして本当にね、今こそ語られないとこのまま本当なくなってしまうんじゃないかという恐れもありますので、現在進行形の問題とともにこれからも考えていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。せーの、バイアルタイ。